ようこそ。ようこそ。お邪魔します。お邪魔します。旧アトリエの紹介ね。旧アトリエ。旧アトリエ。もう引っ越し決まったけん。あ、引っ越すんですね。そう。アトリエの引っ越し。え、でもめっちゃ広い。広くない。いや、広いですよ。本当？本当です。なかなか広いよ。あ、すげえ。わ、すごい。いい感じや。あ、これ見たことあるやつ。見たことあるやつ。これ賞取ったやつね。これですか？うん、これ賞取ったやつと、これが次の個展のメインのやつ。へぇ、これがあの大塚家具のクッション。あ、かわいい。かわいくない？もういいな、紹介した。いや、もっとあるでしょ、絶対。あ、これいつも弾いてるピアノですね。そう、うん、で、ここが、うすごい機材。ここが作業場ですね。そう、これが作業場。ちょっと汚いんやけど。あ、足で。そうこんなに撮ったことないもんね。だけど、ちょっと思い出に残しとこうと思って。あ、次のアトリエに行くけんさ。あ、次どこに引っ越すんですか？次はね、代々木。代々木。うん。え、でも、ここ、もともとなんでここに来たんですか？ここはね、福岡から出てきて、東京一発目のアトリエ。おー、なんでここに決まったんですか？なんかね、東京のさ、人がさ、あの場所どこって言うやん、いつも。東京のどこどこにアトリエ作りましたっつったら、どこみたいな。そしたらなんか郊外やったらマウント取るやん。東京のやつらはさ。あ、じゃあとりあえず東京の。そう、だけど、ね、その時にあのいろんな人にどこがいいかなって聞いたら、山手線の、山手線って丸くなっとる、地図がさ、山手線の内側やったら高いみたいな、はい、外側は安いみたいな、はい、あるけん山手線が困ったらここにした。決めかった。ど真ん中。マウント取られたくないから。マウント取られたくない。もう地域マウントは絶対取られたくないけど、そしたら山手線の本当、ど真ん中、中心。ああ、でもそうですよね、ここ、うん、そうですよね。がここ新宿がすぐそこへ、歌舞伎町のすぐ近く。次引っ越すとこってどんな感じのとこなんですか？うん、次がね、あのね、すげえずっと狙っとったんやけど、はい、あ、じゃあ前々から結構そこ行きたいなって。代々木いいですね。そう、もともとね、勝川不二雄さん、漫画家のバカボンとかの人とか、はい、あと池田正夫さんっていう画家の人とかが入居しとった場所。最初審査するやん。審査して、はい、内見して、はい、面談して、はい、内見。おお、やけん普通面談とかないと。ないですよね。ない。やけん自分の、はい、あの絵とかさ、はい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 、今まで何したかとかを、はい、どっさり持ってって。じゃあもう結構ガチなアトリエ。うん、いやでもそこだったら代々木だし、うん、赤塚先生が住んでたし、そう、マウント取られることはないです。マウント取られることはない。で、あの藤子不二雄さんおるやん、はい、あの人が手塚治虫に憧れて、はい、むつみ荘っていうところに引っ越してさ、はい、大成しと思うやん、はいはい、ああ、それ、うん、俺もそうしようと思って。あ、でも最終的にはバカボンを描く感じ。そう、そういうこと。漫画家じゃないけどなんかいい空気がつかめるかなと思って、楽しみに。で、このアトリエを、はいはい、あの最後に記録用で撮っとこうと思って。このアトリエのいいところは何だったんですか？あ、このアトリエのいいところね、屋上なんやけど。屋上、うん、屋上行こう。あ、今晴れてますね、うん、屋上使えるんや。使えるっていうか使えるようになったんや。なった、無理やり。無理やり破天荒だな。ちょっと屋上行こう。はい、最初ね、屋上を使う前に、はい、俺外でスプレーするやん。はい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 。最近スプレーするけんさ、はい、ここでするわけにいかんけん、はい、そこでやっとったやん。そこ、うん、屋根の上で。そう、屋根の上で、うん、で、こっから、はい、ここに飛び移ろうとしたやん。あ、はいはいはい、スプレーこう持って、はい、こっからジャンプして飛び移ろうとして、はい、そしたらそこに大家さんが立っとって、はい、はいはいはい、危ないみたいな。おい、危ないって言われて、でも事情を説明して、はい、いや、スプレーせんといかんっつって、はい、そしたらもう屋上使い。おお。でも大家さんの敷地内通らないかんっつって、はい、普通は使わせてもらえんじゃない。あ、まあでも大家さんも公認だから。そう、
最初はね、ここでやっとったら、ここを、いや、そこに行こうとするところがなる。最初の方は。でも階段降りてきた人、え、なんかいる。そうそう。でかい人がいる。で、飛び移ろうとして、はい、大枝下に持って。そりゃそうなりますよ。ここから大家さんの敷地よく見るやつやろ。ああ、はいはいはい、よく動画で撮ってるとこですね。いつもこっからこう撮っとる。ほう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 。あ、よく見る景色。よく見る景色。よく見る景色です。これがここに立ってスプレー。ここでスプレーします。おー、いいですね。ファンが売りますって動画の時とかは、はい、ここ登って登るんだ。ここからカメラ置いて、ここにブワーって30枚並べて。あ、まあでもそうですよね、一人でやってるから。そう、動画撮ってよくない？いや、いいですね、ここ。ここいいや。でも次のところは、うん、あ、屋上使える。あ、屋上使えるんだ。完璧ですね。どう、アトリエツアー。いやー、アトリエツアー楽しいです。楽しい。楽しいです。冷蔵庫は何もないね。生活感、生活感何もない。あ、生活はしてないんですか。生活してない。家とは別。あ、家と別なのか、うん、家とさ、はい、アトリエがね、はい、一緒やったらしんどいな、はい、会社で寝泊まりしとみたいな感覚になるけん、はい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 、仕事もプライベートもないですもんね。そしたらここに来るときはスイッチ切り替えて、はいはい、よっしゃアーティストやつって、おー、なんかスイッチ切り替えてきて。じゃあでも次のところ楽しみですね。めっちゃ楽しみ。いや、楽しみじゃん。楽しそう。めっちゃ笑顔。めっちゃ楽しみ。高塚不二夫とかエネルギーを吸い取ってやろうと。だけどここで撮るのが、撮る作品の最後が、はい、最後あれかな、個展の絵かな。おお。10月16日から23日、はい、銀座でやる個展の絵。ああ、このユート展。そう、新作を12枚。あ、新作12枚。そう、販売する。おお。これから撮ろうかな。誕生花の1月の作品を。撮りましょうね。1月って何の花とか決めてるんですか。1月は椿。これ1月は椿やっけ。ああ、もうじゃあもう、うん、じゃあ見ながら、これ見ながら、じゃあ始めましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。1月の椿です。うん、これ椿ね。これで終わりかな。おお。こっからスプレーして、はい、完成かな。おお、はい、おお。まあ見えんやろ。あ、もう全然見えない。見えんやろ。おおじゃねえやろ。バレたバレた。バリ適当な方が。じゃあ頑張りますので。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。引っ越しも楽しみにしとって、ちょっと新しいとこで頑張るけん。9月のね、はい、中旬ぐらいに引っ越すかな。じゃあ引っ越した動画も撮るし。そうですね。カズアシスタントさんが頑張ってくれる。あ、頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニュー小野優斗で、はい、ニュー小野優斗でちょっとビシッと頑張るけん、勝負かけようと思って。おお、マジで頑張りましょう、うん、頑張りましょう。はい、優斗先生でした。さよなら。さよなら。いいんかね、これで。